はい、皆さんこんにちは、ロックバイクス TV です。今回は前回に引き続き西山多忙につき、私 YS がお送りさせていただきます。ということで今回は滋賀県大津市の琵琶湖スポーツランドというカートのサーキットで開催されました試乗会の模様をお送りさせていただきます。今回はマスター4ストロークというカートの耐久レースのイベントにお邪魔させていただいて試乗会を開催することになりました。今回こちらの試乗会が開催されるようになった経緯に関しては後ほどご説明させていただきます。それでは行ってみましょう。というわけで今回の試乗会のきっかけなんですけども、 YouTuber のリオさんという方がロックバイクスを紹介してくださりました。その縁でこちらの試乗会が実現しました。詳しくはこちらの動画を見ていただければ経緯はわかるかと思うので、ぜひご覧いただければと思います。私も少し挨拶の方をさせていただくことができました。私も西山もそうなんですけども、車もバイクも大好きなので、こういったところに行くと乗りたいなという気持ちが湧いてきました。こちらのレースはレンタルカートで行うチーム戦の耐久レースになります。初心者、経験者、分け隔てなく楽しんでる雰囲気が印象的でした。私も少しだけですが、体験走行をさせていただくことができました。記念撮影の後、5時間という長いレースがスタートします。今回は6車種試乗車をご用意させていただきました。あと他にですね、T シャツとかグローブとかですね、というものも販売をさせていただくことができました。そして一番驚いたのがですね、こちらの試乗コースですね。非常に大きなコースをロックバイクスの試乗用にお貸しくださりまして、見ていただいたらわかるんですけども、すごくのびのびと試乗ができる環境を作っていただきました。誠にありがとうございます。実際にお客様も興味を持った方が何名か試乗してくださり、あと前回の YouTube を見て来てくださった方もおられて、私としても非常にありがたいと思いました。見に来てくれた方、試乗してくださった方、誠にありがとうございました。今回は滋賀県だったわけですけども、今後近畿以外でも試乗会を開催したいと考えておりますので、ご期待ください。今回は初めての試みだったんですけども、これからも今まで自転車に触れたことのない方が新しく自転車に触れていただく機会、こちらを提供していきたいと考えております。ちょっと時間の都合上撮影はできなかったんですけども、レースが終了した後、今ご覧いただいてます本コースの方で試乗もすることができました。この際には非常に多くの方が試乗してくださり、楽しんでいただくことができました。試乗会を含めた最新情報はこちらの YouTube のほか、 Instagram、Facebook、Twitter 等の SNS でも発信しておりますので、よろしければフォローをお願いいたします。今回ご協力くださいました KRP レーシングプロジェクト並びに関係者の皆様、誠にありがとうございました。というわけで今回の動画はいかがだったでしょうか。お気に入りいただけましたら、高評価、コメント等で応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それじゃあまたね。バイバイ。動画の中で僕が着用しているこちらのロックバイクスのオフィシャル T シャツ。こちらですね、ウィングロゴというタイプで、バックプリントにヘッドマークのウィングロゴをプリントしています。ここのね、右胸のところに
RB のマークもプリントしている分になるんです。もう一つのデザインが、こちらのスターロゴ。前に大きなね、スターの中に RB のプリントがされてて、後ろにはロックバイクの文字がプリントされている。こちらのタイプ、この2タイプをですね、ロックバイクのオフィシャルのホームページと、オフィシャルの楽天市場と、あとオフィシャルのヤフーショッピングの3カ所で販売していますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。ちなみに僕が着ているこのサイズが、僕の身長が168センチで M サイズになります。動画概要欄にですね、リンク貼ってますので、またチェックしてみてください。よろしくお願いします。